くアナログな設定のキャラからすごくデジタルな機器でお願いされた。待っていたでござるよ。早速お願いするでござる。待って、そもそもアーサンって何者？忍者に育てられた外国人？ない、拙者ちょっと前までドイツにいたでござる。それがなんで日本で忍者に？日本へは留学できたでござるよ。そして忍者修行をしていたら軍にスカウトされたでござる。今はキャンサーを退治しながら立派に忍者をしているでござるよ。忍者になった理由がナッシング。なんでなったの？忍者好きなの？やあ、忍者に憧れてたでござる。それに随分と忍ばない忍者さんだな。天才忍者としてたくさんの人に見られたいでござる。本気で忍ぶ気ないんだな。ドイツでも忍者やってたの？さすがにドイツで忍者は悪目立ちがすぎるでござるよ。この格好で歩いてたら痛い子扱いされるでござる。それ日本でも変わんないよ。でも外国人なのに忍者とか、その衣装の気合とか、いい反骨精神だ。じゃあ忍術とやら見せてもらおう。今から消えるでござる。探してみてほしいでござる。見つからなかったら習得でござる。うわ、本当に消えた。すでにクオリティ高いよ。とりあえず見かけなかったか聞いて回ろう。アーサン見なかった？忍者姿の子。そんなん知らん。見てても興味ないわ。アーサン見なかった？忍者姿の子。知らねえな。お顔当たってくれ。アーサン見なかった？忍者姿の子。 31C の子ね。ごめんなさい、見てない。アーサン見なかった？忍者姿の子。残念ながら見ていません。アーサン見なかった？忍者姿の子。あんな派手な格好してたら気づくけど見てないわ。ただただそこの壁、ここから水平に見ると異様にもっこりしてるの、何かしら。完全に隠れ蓑じゃん。アーサンしかいない。見つけられてしまったでござるか。甘かったでござるよ。いや、十分すごかったよ。目の前で消えてみせたよね。まだまだでござる。修行を続けるでござる。目指すクオリティ高っ。アーサンを誘ってお風呂に行こうかな。アーサン、一緒にお風呂行かない？入浴でござるか。ご一緒するでござる。やったぜ。私も挑発。どう？似合う？おお、悪くないでござる。美人に磨きがかかるでござる。伸ばしたらどうでござるか？髪洗うのも乾かすのも面倒になるから嫌なんだよね。そうだ、いっそスキンヘッドにしよう。それだけは拙者全力で阻止するでござるよ。だったらこのままにするか。危なかった。 31A の部隊長がスキンヘッドになるところだったでござるよ。いい湯だな。